エアバス A340 が飛行機雲を形成しながら飛行している様子。飛行機雲はエンジンの排気によって形成される小さな雲である。ケムトレール、またはケムトレール陰謀論は長時間残留している飛行機雲は高高度を飛行する航空機から空中に散布された有害な化学物質か生物兵器であるとする陰謀論である。 この陰謀論の信奉者は、通常の飛行機雲は比較的速やかに称賛するが、長時間残留している飛行機雲は別の物質であるに違いないと考えており、それをケムトレイルと呼んでいる。この陰謀論の信奉者は、ケムトレイルが散布される目的として、太陽光の管理、気象制御、心理操作、人工抑制、生物戦争、化学戦争、 および生物学的、科学的物質の実験などを挙げており、ケムトレールが呼吸器疾患やその他の健康被害を引き起こしていると推測している。この主張は科学界からは知りけられている。ケムトレールと言われているものが高高度を飛行する航空機によって日常的に形成されている、通常の飛行機雲と異なるという証拠は存在しない。この陰謀論の信奉者は、 化学物質の散布が行われていることを証明しようと試みてきたが、その分析には欠陥があったり、誤解に基づいていたりした。しかしながら、この陰謀論は根強く拡散されており、政府が隠蔽工作を行っていると疑われる事態にもなっているため、世界中の科学者と政府機関が、ケムトレイルは普通の飛行機雲であると繰り返し、説明を行っている。 ケムトレールという名称は、化学物質を意味するケミカルと痕跡を意味するトレールを組み合わせて作られたカバン語である。同時に形成された複数の飛行機雲、上空に残留する時間は天候によって決まる。ケムトレール陰謀論は、1996年にアメリカ空軍が気象制御に関する報告書を発表したことをきっかけに広まり始めた。 1990年代後半には異常な飛行機雲を生成する航空機を使用して謎の物質を国民に散布したとしてアメリカ空軍は避難された。この陰謀論は1999年からインターネットのフォーラムに投稿されるようになり、ラジオ番組の司会者であるアートベルが拡散した多くの陰謀論の中にも含まれていた。 ケムトレール陰謀論が広まるにつれ、連邦政府当局には抗議の電話や手紙が殺到した。2000年には、環境保護庁、連邦航空局、航空宇宙局、海洋大気庁などのアメリカ合衆国の複数の政府機関がこの噂を払拭しようと対応を試みたものの、大多数のケムトレール信奉者は、EPA のファクトシートを政府による隠蔽工作が存在する。 さらなる証拠として解釈した。EPA は2015年に投稿を更新した。アメリカ空軍は、この陰謀論はデマであるとする、ファクトシートを2000年代初頭に発表しており、そこでは、1996年にアメリカ空軍大学で寄贈された、ウェザーズ・エイフォース・マルチプライヤー・オニング・ザ・ウェザー・イン2025というタイトルの論文が引用されたことが、 この陰謀論が過熱した要因の一つであるとされている。この論文は2025年における米国の軍事的優位性を維持する目的で将来の戦略的気象制御システムを外設するという軍事的指令に応じる形で発表されたものであり将来の状況やシナリオに関する架空の表現であることがわかっている。アメリカ空軍はさらにこの論文は 現在の軍事的な政策、実践、能力を反映したものではなく、気象制御の実験や計画は実施しておらず、将来的にも実施する予定はないと2005年に明らかにしている。また、アメリカ空軍は、ケムトレールというデマは、多くの大学や科学団体、及び主要メディアによって調査され、反論されてきたとも述べている。この陰謀論は、 主流なメディアでは滅多に取り上げられず、取り上げられたとしても通常は、反政府的な被害妄想の一例として取り上げられる。例えば、2013年に c i a ナサノアが地球温暖化を地球工学で解決するための方法を研究するために、米国科学アカデミーに資金を提供する予定であることが公表されたとき、インターナショナルビジネスタイムズの記事は、天候制御。 または操作する方法を模索している政府機関があるという考えは邪悪な陰謀への恐れと詮索に直面するだろうと予測し例としてケムトレール陰謀論を挙げている。ケムトレール陰謀論の信奉者は大気現象に関する独自の解釈やインターネットに投稿された動画及び政府の計画に関する報告書などに陰謀論の根拠を見出している。 また彼らは疑惑となっている陰謀の目的とその工作活動の効果について一定の信念を持っており一般的にそれらの信念に基づいて何らかの行動をとっているエアバス A380 の水で満たされたタンクは離着陸時の排気量の違いによる乗客重量をシミュレートするためのものである似たような写真がケムトレール散布用の航空機が活動している様子で あると言われることがある。ボーイング747飛行試験機の試作機に搭載されたバラスト。ケムトレール陰謀論の信奉者は、通常の飛行機雲とケムトレールは残留時間の長さによって区別でき、ケムトレールは半日ほど残留するか、またはケムンのような形に変化すると主張している。信奉者は、1995年以降の飛行機雲は、それ以前とは異なる。 価格蘇生になっており、上空に長時間残留するようになったと主張している。また彼らは、第二次世界大戦時代に撮影された写真に映っている、長く続いている飛行機雲の存在も認めていない。信奉者は、ケムトレールを何時間も持続する十字状、格子状、または平行な、島模様の雲として特徴を付けており、最終的には混ざり合って大きな雲が形成されると、 している。信奉者は飛行機雲の中に目視できる色のスペクトルが存在していること、一つの領域に飛行機雲が集中していること、あるいは普通ではない高度や場所を飛行している標識のない航空機、または軍用機によって飛行機雲が残されていることをケムトレールの目印と見ている。飛行試験のために旅客機の乗客室に搭載された容器の写真は、 エアロゾル散布システムが存在する証拠であると主張されている。実際には容器はただのバラストであり、乗客や貨物の重量をシミュレートするために搭載されたものである。容器は水で満たされており、異なる位置にある重心を飛行中にテストするために容器同士で水を移動できる。元 CIA 職員で内部告発者のエドワード・スノーデンは、 上ガ眼エクスペリエンスのインタビューで、ケムトレイルの証拠を求めて、アメリカ政府のあらゆる機密情報を探し回ったと述べている。ウェブ配信に関する CNN の報告によると、彼は次のように述べている。念のために言っておきますが、ケムトレイルは存在しません。私は NSA と CIA 及び軍のネットワークにアクセスしましたが、何も見つけられませんでした。 ジム・マーズは、ケムトレールの証拠であるとして、2007年に、ルイジアナ州のテレビ局が公表したレポートを、引用している。そのレポートでは、ケムトレールと疑われている、格子状の飛行機雲の下の空気を測定した結果、米国政府が推奨している、制限水準の3倍に当たる 6.8ppm の、危険なレベルのバリウムが含まれているとされた。しかし、 その後に行われた映像の分析では、機器の使い方が間違っており、測定値を100倍して読み取っていたことが判明した。実際には、測定されたバリウムの値は、通常のレベルであり、安全であった。2014年5月には、霧の夜に着陸を行っている民間の旅客機が、ケムトレールを放出しているとされた動画が話題になった。ディスカバリーニュースは、 化学物質の放出とされているものは、霧の中を飛行しているために見える通常の翼による気流の乱れであり、本当に何かが散布されているとすれば、翼の後ろに座っている乗客ははっきりと見ることができるため、すぐに発見されるだろうと指摘した。2014年10月、イギリス人のクリス・ボビーは、ブエノスアイレスからロンドンに向かうフライト中に、サンパウロへ緊急着陸することになった。 航空機が機体重量を軽くするために燃料投機を行っている様子を動画に撮影した。この動画は Facebook 上で拡散し300万回以上再生され5万2000以上のシェアを獲得しケムトレイルの証拠として引用された。後に彼はこの投稿はいたずらであったことを明らかにした。その結果複数の陰謀論信奉者から激しい罵倒と脅迫を受けた。 信奉者によるいくつかの説明では、ケムトレールの素性は、バリウムとアルミニウム字を、ポリマーセニー、トリウム、あるいは単ケイ素であるとされている。ケムトレール陰謀論の信奉者は、人工工具計画の存在や地球工学の研究が行われていることを、陰謀の証拠として解釈している。ケムトレール陰謀論は、様々な種類のものが、インターネットや、 ラジオ番組を介して拡散されてきた。ケムトレール陰謀論に特化したウェブサイトも存在しており、政府に対する会議と合致していることから、特に極右集団に好まれている。2014年にケムトレール陰謀論に関する20個のウェブサイトを対象に行われた調査では、信奉者は科学に訴える部分もあるが、学者や 政府系の科学者による発言は信じていないことが判明した。科学者や連邦政府機関は、ケムトレールの存在を一貫して否定しており、空にある奇跡は単に長時間持続している飛行機雲であると説明している。また、ケムトレールは世界的な陰謀がある証拠であると考えている信奉者が多いことも判明した。疑われている陰謀の目的は様々であり、 代表的なものとしては、利益の獲得や人口抑制及び兵器の実験が挙げられる。そのような信念の一つには、公衆派活性オーロラ調査プログラムを中心とした大規模な電磁長兵器計画の一環として、雲に電動性物質が混入されているとするものもある。2014年に行われた報告によると、信奉者は、 一般的にすべての人が攻撃を受けていると感じており、これについて恐怖や不安、悲しみ、怒りを表明することが多い。アメリカ、カナダ、イギリスの人々を対象とした2011年の調査では陰謀論を完全に信じているサンプルは2.6%であり、部分的に信じているサンプルは14%であった。2016年の コーポラティブコングレッショナルエレクションスタディに対する回答の分析によると3万6000人の回答者のうち9%が政府は航空機を使用して有害な化学物質を空中に散布する秘密計画を実施していることを完全に真実だと信じていた。さらに19%が部分的に真実であると信じていた。ケムトレール陰謀論の信奉者は 自身の体験を会心に似ていると表現することが多い。ケムトレールに気づき目覚めるとその体験が様々な形でのアドボカシー活動へと彼らを駆り立てるという。例えば地球工学に関するイベントや会議に頻繁に参加したり地球工学分野で活躍している学者に脅迫状を送ったりしている。2001年アメリカ会議員のデニスクシニッチは 有権者の要望に応えて宇宙空間での兵器使用を恒久的に禁止する2001年宇宙空間保全法を提案したがその際にケムトレールを禁止すべき数多くのエキゾチックエポンの一つとして挙げた。信奉者はこのケムトレールへの明確な言及を政府がケムトレールの存在を公式に認めたものと解釈している。会議派はこの法案が地球外兵器や 環境、気候、地殻変動兵器にも言及していることに注目している。この法案は国防総省から否定的な評価を受け委員会で否決された。その後、クシニッチが宇宙空間保全法を制定しようとして失敗した3つの試みのどれにもケムトレールについての言及はなかった。2003年には空中散布に使用されている化学物質が健康に 悪影響を与えているという懸念に基づく、カナダ国民の請願に対して、カナダ政府の院内総務は、カナダの空域で高高度化学物質散布が行われているという主張には、科学的にも、その他の点においても、実証された証拠がない。ケムトレールという言葉は一般化された表現であり、その存在を裏付ける、科学的証拠はないと述べた。さらに、院内総務は、 請願者が見ているものは通常の飛行機雲だと我々は考えていると述べた。イギリスでは2005年に環境、食料、農村地域省の閣外大臣であるエリオット・モーリーがストラウド議会議員である労働党員のデビッド・ドリューから航空機のケムトレールによる汚染の影響について同省はどのような研究を行っているかと質問された際に 航空機からのケムトレールは科学的に認められた現象ではないため、同省は研究を行っていないと回答し、飛行機雲がどのように形成され、大気にどのような影響を与えるかを理解するために研究を行っていると回答している。ケムトレール陰謀論の信奉者の中には、パイプを束ねた装置、クラウドバスターを考案したビルヘルムライヒの考えを採用する者も,もいる。 第一は、クラウドバスターは天候に影響を与え、大気中の有害なエネルギーを除去すると主張していた。信奉者の中には、水晶や金属片で満たされたクラウドバスターを作成し、ケムトレールを除去しようと空に向ける者も,もいる。ケムトレール信奉者は、政府や学術機関からの報告に頼らず、自らサンプルを収集して実験を行うこともあるが、 その実験には大抵欠陥がある。例えば、金属製の蓋がついた瓶でサンプルを収集することなどが挙げられる。プロペラ機のエンジン廃棄によって形成されている飛行機、雲エアバス A340 とそれよりも古い機体であるボーイング700なので行われている飛行機雲の試験の様子飛行機雲は高高度で航空機やロケットが空中に残す凝縮した水蒸気の筋である。 化石燃料の燃焼により、二酸化炭素と水蒸気が発生する。エンジンの排気で高温多湿になった空気が、高高度の非常に冷たい空気と混ざることで、水蒸気が凝縮して、水滴や氷の結晶となり、目に見える雲となる。飛行機雲が消滅する速度は、天候に大きく左右される。大気が、飽和状態に近い場合は、しばらくの間、飛行機雲が持続する。 可能性がある。逆に大気が乾燥していれば、飛行機雲はすぐに賞賛する。大気科学者の間では、飛行機雲は何時間も持続することがあり、検運上に広がっていくのが普通であることがよく知られている。飛行機雲に含まれる様々な大きさの氷の結晶は、それぞれ異なる速度で降下するため、飛行機雲は垂直方向に拡散する。そして、 高度による風速の差によって水平方向に拡散する。これは、県運の形成過程と類似のメカニズムである。多くの場合、2万5千から4万フィートの高度にある飛行機雲は、ほぼ個体の織り混ざったシート状に変化する。飛行機雲の横方向の広がりは、数キロメートルにも及び、十分な航空交通量があれば、個々の飛行機雲への氷の供給量を増やし、 何時間も持続するような完全な曇り空を作り出すことも可能である。大気現象の専門家によると、ケムトレールとされる雲の特徴は、太陽光や気温、水平、垂直方向の風の強さ、航空機の高度における湿度など、様々な条件に対応した単なる飛行機雲の特徴に過ぎないという。アメリカでは、米国航空宇宙システムの飛行経路が、 5番の目状になっているため雲が交差しやすく、また地上からでは重なった飛行機雲が同じ高度にあるのかどうかを見分けることも難しい。2000年に NASA EPAFAA のアが共同作成したファクトシートでは飛行機雲形成の科学及び飛行機雲が気温や気候に与える影響について基地のものと潜在的なものの両方が外説されている。アメリカ空軍は 少なくとも1953年以降に観測、分析された飛行機雲の現象を説明したファクトシートを作成した。また、そのファクトシートでは、この陰謀論がデッチ上げのデマであることを明らかにし、ケムトレールの存在を否定することで、より直接的な反論が行われている。バージニア州ハンプトンにあるナサ・ラングレー研究所の大気科学者であるパトリック・ミニスは、 ケムトレール信奉者の大多数は論理では説得できないと述べている。彼らを捕まえて反論しようとするとあなたも陰謀の一部なんでしょうと言われてしまうと彼は語っている。民間航空機の飛行機雲を地球工学に利用することについては一般的に適さないことが分析の結果判明している。天文学者のボブ・バーマンはケムトレール陰謀論を オッカムのカミソリを適用しなかった典型例として特徴を付けており、凍った水蒸気で構成された単なる飛行機雲であるという単純な解決策を採用する代わりに陰謀論のウェブサイトではこの現象はわずか10年前に始まったもので4万人の民間パイロットと航空管制官が自分の子供たちを毒殺する邪悪な陰謀に参加していると考えられていると2009年に書いている。 2016年に77人の大気科学者を対象に行われた調査では、この調査に参加した科学者の77人中76人が、取得された大規模な大気計画の証拠はないと答えており、証拠として挙げられたデータは、典型的な飛行機雲の形成やサンプリング法の不備など、他の要因で説明できるとしていると結論付けられた。ありがとうございます。